こんにちは、ギリナナです。今日はセリアさんの方で少し毛糸の方と、あとは手芸屋さんの方でかぎ針の方を一本購入したので、ちょっとご紹介したいなと思います。はい、まずはセリアさんの方で七色彩色、こちらの2種類を購入してきました。で、1つ6玉ずつ購入してきました。七色彩色のカラーナンバーが2番、アクリル 85%、 ウール 15%、 30g で糸の長さが 54m。 これはダイソーさんのメランジのもう半分になります。メランジの方は 60g で 108m なので、七色彩色は半分ということで、だいたいバッグとか3玉使うことが多いかなと思ったので、七色彩色の方を6玉ずつ購入してきました。で、こちらはお洗濯は OK ですね。アイロンとかはダメみたいなんですけども。で、バーコードナンバーはこちらになります。ちょっとくすんだピンクっていう感じのものですね。で、あとはこちらの黄色っぽいものになるんですけども、カラーナンバーが12番、こちらも全部同じになります。こちらも6玉購入してきました。で、黄色が2種類ありました。で、後ろを見たらロットナンバーとかじゃなくてカラーナンバーが違かったので、私は12番のものを購入したんですけども、他の黄色っぽい色はもうちょっと明るい感じの色だったかなと思います。で、こちらを七色彩色の方を2種類で6玉ずつ購入してきて、七色彩色もカラーがだんだん増えてきて色選びも楽しいですね。はい、次はこちらクローバーさんのアミュレ、ちょっと出してしまったんですけども、ちょっと使ってみたんですけど、こちらの7号針こちらを購入してみました。で、私が普段使っているのはこちらのチューリップのセットになっているものなんですけども、チューリップのものだとここがこう上がってるんですよね。なので、こうペン持ちの方とかだとこうストッパーになっていいのかもしれないんですけども、私はナイフ持ちでこう編み物をするの で、しかも持つところがそんなに遠くないんですよ。結構近場でこう持ってしまうので、ここの出っ張りが、凹凸があるところが親指にこう当たって、長時間編んでるとずっと もう痛いなっていうのが気にはなっていたんですね。だけどセットで買ってしまっているので、やっぱりなかなか買い替えるっていうのももったいないし、まだ全然使えるので、で、また違うセットを購入して、で、自分に合わなかった時っていうのはもう結構ショックなので、で、こちらのアミュレの方を、まあ、単品で1つだけとりあえず購入してきました。と、冬は結構毛糸の方、冬の毛糸の方は私は7号針を使うことが多くて、で、夏場だと4号とか5号を使うことが多いんですけども、だいたい毛糸は7号で編むことが多いので、今回こちらを購入してみました。で、これは横から見るとここが平らなので、もう親指をこう力が入っても痛くないっていう感じです。で、なんていうのかな、針の感じもちょっと違うんですよね。ザラザラしてるというか、サラサラしてるというかっていう感じなので、どうなんだろう、編んでいて全然編みにくいっていうのは私は感じませんでした。で、やっぱりメーカーによってかぎ針の感じも全然違うと思うし、ここの太さもちょっと違うのかな。で、グリップ部分は少し数ミリアミュレの方が長いかな、あんまりでも変わらないかなとも感じるんですけども、太さはアミュレの方がちょっと細めです。で、重さの方もアミュレの方が軽いですね。こっちの方がちょっとずしっとしてる感じなので、まだ使い始めてそんなに経ってないので、どっちが
個人的にいいかっていうのはわからないんですけども、もう少しこちらの方を使って編んでみたいなと思います。で、私は今までにこちらのチューリップさんのものと、あとは昔はもうグリップ付きじゃないやつ、金色のクローバーさんの両サイドに針がついてるやつとかを使ったりしていました。で、やっぱりこう握るので、私は結構ここにも当たるんですよね。なのでグリップ付きじゃないと結構手が疲れてしまったり痛くなってしまったりっていうことがあって、で、かぎ針っていうのはやっぱり人によって全然編みやすいとか編みにくいっていうのが違うと思うので、よく何がおすすめですかとか、編みやすこれを使っていて編みやすいですかって聞かれるんですけども、なかなか何とも言えないところが、正直なところで、編み方によってもやっぱりペン持ちでこう編む方とか、あとはナイフ持ちで編む方によって力の入れるところも変わってくると思うし、あとは結構先の方でこう持つ方とか、上の方で持つ方でまた違ってくるだろうし、なかなか、どれがいいですよとか編みやすいですよっていうのは言えなくて、で、私もいろいろおすすめをしてもらったりするんですけども、実際自分で使ってみないことには本当に自分に合っているかっていうのはなかなか難しいので、全部セットで買うっていうのは今のところできなくて、ちょっと1本ずつ他の種類も使って、見かけたら買ってちょっと使ってみようかなって思います。で、あんまり使わない号数とかだと、比較にならないので、よく使う、やっぱり冬だと7号針がよく使うので7号を使いたいなって思ったりしていました。こちらのチューリップのものだと、私は結構なんて言うんだろう、号数によって薄いんですよね、このピンクの部分が。で、私はこれはもう結構何年も使っているので、だんだんやっぱり汚れてきて、で、動画でもちょっと恥ずかしいなって思う感じなんですけども、濃い色だと、そこまで目立たないんですけど、薄い色だとちょっと汚れが目立ったり、どうすれば綺麗になるかなって思って、ちょっと消しゴムで何キュッキュやってみたりいろいろしたんですけども、もし綺麗にする方法何かご存知の方はぜひ教えてください。で、拭いてみたりいろいろしたんですけども、なかなか綺麗にならないですね。なので、色が薄いものじゃなくて、グレーとかもこちら出てると思うので、そういうものだと汚れが気にならないのかなって思ったりします。ピンクが好きとかだとこっちの方がテンション上がったり、編んでいて楽しかったりするかもしれないんですけども、色の方も好みがあると思うんですけども、アミュレの方はカラーが豊富で、号数によって色が違かったりしますね。で、こっちよりも比較的お値段の方も安いし、で、私的にはそこまで編みにくいっていうのも感じなかったので、これからちょっとしばらく使ってみてどうかなって思ってます。で、こっちは私はセットで買ってしまったので、今のところもずっと使ってるんですけども、もしかしたらナイフ持ちさんだったりとか、ペンだとどうなのかな、で、ちょっと前の方でこう握ってしまう方だと、親指にここの部分が出っ張りが当たって指が痛くなるっていうのもあるかもしれないし、ちょっとアミュレより重量があるから、しっかり編みたいとか、しっかりさせたいじゃないけど、そう思うんだったらこっちの方がいいかもしれないし、なかなかちょっと難しいところなんですけども、しばらく使ってみようかなと思います。で、他のかぎ針ももし機会があればまた購入したいなと思っていて、自分に合うものをちょっと見つけてみたいなと思います。では今回はセリアさんの方で七色彩色、ちょっと2色ピンクとかあんまり買わないんですけども、今回ちょっと買ってみました。で、クローバーさんのアミュレ、私は初めてアミュレの方を購入したんですけども、こちらの方を買ったので、ちょっと
今まで使っていたものと比較しながら編んでいきたいなと思います。では今回はこちらの購入品のご紹介でした。また次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。